お寿司ドリルの発売を記念して学研さんの本社に招待された稲葉、編集部を見学させていただき構成作業に挑戦することに。果たして結果はいかに。はい、ということで終わりましたよ。これは後でまとめて伝えますね。分かりました。時間を取りますのでチェックさせていただきます。すみません、よろしくお願いします。新しい本のページを楽しんでいただきたいと思いまして、やった4、5、6歳それぞれ1ページずつ、はい、ちょっと問題をピックアップしたので間違い探しにチャレンジしてみてください。わかりました、やります。いいですか。よろしくお願いします、はい、4歳からっていうことですか。はい、これは4歳のページです。なるほど。日本と同じものを探して丸をつけよう。この見本と一緒のものを見つける。これやと思います。無天丸だよ、なんかいいね。これ私無天丸、無天丸にちょっと似てるって言われてる。私もうね、もうね44歳になるんですよね。なんでさすがにね、この4歳のこの間違い探しっていうのは余裕でねクリアできますよ。次は5歳にチャレンジしていただいてもいいですか。わ、はい、かりました。こんな汚れてしまいました。いくらはいくつあるでしょうか。探して数をかけましょう。ここのやつがこっちに来るから1、2、3、はい、最後は6歳に。いや、まあ全然余裕っす。右と左の円は違うところで15個ある。見つけて下の円に丸をつけましょう。なるほど。これ6歳いきなりなんかランク上がりそう。ここやね、この指が1個、指が1個、1個しかないんですかね。これ15個あるんですよ、あれやばい。16個、おお、これヘッドがいくら。ちょっと制限時間をつけてもいいですか。これ1分で、ね、残り1分いただきたいんですけど、いけますね。マジですか。おっと色が違う。はい、色。あかんかん。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ここまでです。1、2、3、4、5、6、7、あかん、7個しかまだ見つけ入れてないですね、うん、これ6歳の一番最後のページなので難しいです。私たちも頭を悩みながらチェックしました。6歳のこのですね、最終問題かもしれないですけどめっちゃ難しいですね。いや、ちょっと息が合ったなんか全然できるでみたいな感じだったけど。稲葉さん、いかがでした。いやー、いかがでしたかって言われてもね、いや、いかなる結果になったか非常に難しかったんで、ね、どうなってるんだっていうのがちょっと心配です。では稲葉さんに入れていただいたものと、はい、私たち編集部がちょっと間違いの指摘を入れた、はい、ちょっと原稿を照らし合わせて見ていこうと思います。このページ、これは実はイラストに間違いがあったページです。本当はここの島味のエラの近くに、はい、黒斑、黒い斑点がつくはずなんですけど、はい、一般的にはつくものが多いと言われてるんですね、はい、そこがまるっと抜けてしまったというイラストの間違いがありました。すごく細かい部分なんですけど、そういうのもこのお子さんが学ぶときに違う知識として覚えないように細かいところをチェックしてます。なるほど、そうだったんですね。いや、めちゃくちゃ難しいなと思って、私写真で調べていきたいぐらいな。はい、そうなんです。私たちも途中までは全然気づかなかったんです。あ、サイズが違うって書いたら、そういうわけじゃない、ちょっとでかいなって、まあ、ある程度、はい、比率は同じになるように、はい、実際と似てるようにしています。なるほど。次の問題に行きます、
はイラストの間違いが。ああ、そうなんですか。はい、迷路自体は合ってるんですけど、横のひよこのですね、はいはいはい、足の数が違ってるんですね、これ。右の足は基本的に前が3本になってるんですけど、今 Y 字の2本になってるの。確かに。わかりますか。あ、そう言われれば。そうなんです。動物の、あの足の数とか、はい、爪の数も正確に書く必要があるので、この間違いになってるんです。ひよこまでは言ってたんですけどね。ひよこが飛んでいるっていう、まあちょっと全然あれですね、近いところにはおったんですけど。問題なんですが。カニの足の数が違うんですね。あ、多分よく見られてるので、ちょっと気づかれるかな、ここ簡単かな。やしまった、数えたんですよ、はい、実は数えたけど、なんかも もうそういう発想で見てなかったんですね。そういうことか。間違っていて、ここは9個にしてるんですけど、はい、間違えてたは10個あるんです。なるほど。これもお子さんがこれ気づかないと、もう永遠になんか数が揃わなくなるので、はいはい、はい、結構大事な間違いに気づいていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。これめっちゃでも時間かかりましたよ、私。やっと1個正解。ではこちらが間違い探しの答え、はい、そうですね、はい、4歳と5歳は完璧です。問題の6歳、まあ、めちゃくちゃ難しいです。丸をつけていただいたところはもちろん間違いとして合っています、はい、でプラスして鼻のとか、あ、いい表情が違ったりとか、持ってるの靴というか足の部分が違ったりとか、はい、靴が違ったりとか。本当ですか。そうです。で15個あるんですが、はい、実は問題文も違っておりまして、気づかれました。え、どういうことですか。問題文ここに、はい、右と左の絵には違うところが15あります。15、そうですよね、15ある、はいはい、見つけて下の絵に丸をつけましょう。下の絵に丸をつける、はい、下の絵って実はないんです。なるほど。見ていただくと右と左の絵しかなくて、あ、ここも実は問題とは別の部分で間違いがあったんです。あ、そういうことだったんですね。ちょっと気づきませんでした。左の絵にっていうことですか。左の絵に丸をつけましょうというのが正しい。なるほど、はい、こういうところを見つけるのが構成管理が、はい、私たちの仕事の一つで、今回は今のさんに4問の構成の部分を解いていただいたんですけど、はい、結果としては4問中1問正解になりました。かなり難しかったと思います。いや、練習になってました。味わっていただけました。いえ、はい、いや、もう存分に味わわさせていただいたなっていう、この44歳の稲葉にこの4歳、5歳、6歳っていうね、問題点でなかなか味な真似をされたなっていうね、味な問題を出されたなって思いながらも、全然なかった。それで今回は、ラッケさんに参加させていただきました。いろいろ経験させていただき、非常に楽しかったです。水谷さん、ありがとうございました。こそありがとうございました。ありがとうございます。今日はこれで上がりですね。うわ、こんなところでまたギャグが入ってきましたよ。寿司ギャグ、いや、もうこれテンション爆上がりで、ちょっとすいません爆上げ今回私構成させていただいたお寿司ドリルなんですけども、これがあれ4月の8日に発売となっております。稲葉ニュースも見ていただいている方もね、お子さんとかもいらっしゃると思うんですけれども、喜んでいただけると間違いないでしょう。ぜひ手に取っていただければと思います。はい、ということで今回の動画はここまでです。この動画やってみてください。ここまでは178個と稲葉と学系の古川と藤田がお送りしました。やばいやばい。